はい、皆さんこんにちは、アシオです。よろしくお願いいたします。ということで、10月31日木曜日のモンスターニュース、まとめてお話をしていこうかなと思います。マイクが邪魔ですね。はい。で、やっていくんですが、まずコラボ情報。はい、まずはね、ストライカーカードが発表されていなかったので、何かしら追加があるんじゃないかなとは言っておりましたが、追加ございました。重い内容ではなかったんですけども、追加ございますね。はい、まず、風太郎コイン。今、コイン集会とかでね、パーッとコインを集めていただいていると思うんですけれども、そちらに商品追加。まずこちら。気まぐれボックス。はい。これが、11月の1日から交換できるようになりまして、4日間かな ?1、2、3、4、え ?5 日じゃね?わかんない。4回ってなんか動画に行ったと思うんだよね。あ、期間中4回までですって書いてあるわ、注意書きでね。4回交換できるみたいですと。はい。で、これ交換できるものが、これ多分ランダムで 20% どれか引けば。だから1回出たら出なくなるとか、そういうとこは触れてなかったんですけど、だから、ベル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 みたいな時もあったりするのかな。はい。まあ、どれかしらが出るよというアイテムなんですよね。はい。で、これ4回交換できるってことは2万コイン余剰を作んなきゃいけないので、まあ、今のうち集めとくと楽になるんじゃないかなって部分でございます。ただ、2万だけじゃありません。他にも追加。いこちゃん。引換できるアイテムが、さらに追加されますと。称号の部分とかがね、いろいろ追加されたりとか、5等分のとか結構嬉しい人多そうですけどね。はい。あとは、花嫁だったり、あとは、まあ、1か2のミク、四つ葉、五月の。ね、それぞれの、特徴的な部分、特徴的な部分っていうのをこいつといえばみたいなところ、が、登場していると。戦国マニアのミクだったりね。はい。で、勲章も追加されます。これも各5000ですね。1か2のミク、その後ね、花嫁5人の、勲章が、オリジナル勲章として手に入りますよと。で、ストライカーカード、言ってたやつも5000で交換できまして、5人全員でしたね。お城本時みたいに5個選べるみたいになる可能性もあるかなとは思っていたんですけど、今回のストライカーカードは、5と嫁全員分になりましたというのが、交換所の、追加内容でございますと。はい。さすがに超級玉お父様とかはなかったですね。さすがにね。まあ、5と嫁ってのがもうそもそも戦うってイメージからかけ離れてますから、降臨ってよりはこういう感じになるかなと思ったのが、そのまま来たという形になりました。はい。まあ、性能がいいんでね。もう、これ明日天馬来ますし。はい。天馬来たらね、もうバチバチまた評価があっていくと思いますんでね。そちらも楽しみですね。はい。コラボ情報は以上でございます。これ以降のお話をしていきます。結構熱いの多かったですよ。一つ目、アブピッシャーのクエストが訓練所に追加。これ神じゃない?俺1周目霊絶で2周目霊絶が終わりきったら追加されるってイメージでいたから、1個ずつ来るんかいってなりましたね。アブピッシャー追加は熱くないですか?ね。結構まだアブピッシャーってさ、その上太郎パーティーでやったりとか、まあ、最近一応ね、一応使えるっていうのはミクも出たりとかしましたけれども、これからまだどんどん適性が出てくるっていうクエストじゃないですか。出てきた瞬間に訓練所で試せるって、そんないいことないっすよ。うん。結局やっぱ訓練所がないと、アブピッシャーのその連勝とかを狙ってる本番の環境で、新しいキャラってのを試していかなきゃいけないってなりますから、この段階で訓練所来ると、新しく適正キャラゲットできた。今のパーティーとどう組み合わせようっていう研究が訓練所の方でできますからね。めちゃくちゃでかいです、これ。本当に大きい。なんでね。で、11月13日の出現よりクエストストックも可能って言ってるんで、11月13日にアブピッシャー来ます。はい。なのでね、今後の予定も立てやすいという、なんて素晴らしい発表でしょう。という形でございましたと。これ、熱いの一つ目。まだあります。熱いの二つ目。天馬のシステム変わります。はい。システムは変わんないわ。ごめん。バトル突破数が変わります。はい。これやばい。これすごいっす。天馬の需要すべてに応えてる。まず、まだ天馬をやってない方。もしくは、全部がクリアしてないけど、ところどころやってるよって方。神です、これ。アップデート。はい。今まで、そのバトルの突破数の合計で、何回まで挑戦できるかってのが決まってたんですよね。で、各、クエスト、6層に分かれていて、6層が10個あって、60層全部であったんですよ。はい。だから要は、1の間、1の層とかクリアすると、6ステージクリアで、6層分の、ポイントがもらえてたんですね。で、今まで、例えば1クリアしましたってなると、6ポイント、6層を突破してるんで、6ポイントもらえてたんですけれども、それが2と3を解放する条件を当てはめてたんですよね。2を解放するのが2ポイント。3を解放するのが4ポイントってなったから、1クリアした時点で、次行けるのは2か3どっちか選んでねって感じだったんだよ。で、どっちかで、まあ、例えば2層クリアするってなると、8っていう条件を満たして4解放。次の条件が12、18、24、32って結構きつかったんだよね。だから、2、3、4、5の適性がいないとかなってきたりすると、6以降はいるのになみたいな人がちょっと手出しづらかったんだよね。うん。だから、どのクエストからやるって選べるとは言っても、ある程度層は稼がなきゃいけないから、ちょっとめんどくさいみたいな。あとね、人によってはね、道中までクリアできるから、
1全部クリアできるけど、2は3まで、3も3まで、4層も3までみたいな感じで、各クエストでも負ける前提でやるっていうプレイが続いちゃったりした。だそういうのが解決された。なんと下の数字ですね、1層クリアしただけで6まで解放これえぐいね、これマジでえぐいっすよ。最近サンズってキャラ出ましたよね。もう6の園がぶち壊れてしまいましたので、ね、1ポーンって頑張ってクリアしたら6に行けて、6、3でポーンクリアしたらさらに12ポイントなんで9まで行けるようになるみたいな、結構でかいと思います。はい、いたと思う、ライブでも結構いたもん。1,2,3,4,5 とかその前半適正いないんだけど後半いるんだよねみたいなね、っていう人とかが挑戦しやすかった。あとはポイント稼ぎやすくなった、その突破数っていうのを稼ぎやすくなったっていうのはめちゃくちゃいいこと。じゃあ普段全クリしている人たちどういうことが言えるかっていうと、まず庭園やるよね、全クリした人する人はね、庭園10個全部クリアしました。その後90まで稼ぐために試練の間の方に帰ってきて30層稼がなきゃいけなかったんだよ。で純粋に言うと1から5をクリアすればいいんだけど、今回1ポーンクリアした、1飛ばす人なんてできないんで1は絶対クリアすると思うんですよね。1クリアした瞬間に次挑戦するクエストが、今までだったら2か3っていう2択だったのが2から6っていうね、やばい5択になったんですよ。いやこれ本当に大きいですね。試練は俺極力2、3は飛ばしたいんで、今後多分1、4やって多分7、8とかやっていくと思いますね。いやーこれマジでかいっすね。今まで2、3ちょっと嫌だったんで、本当に2、3も楽になったけど、まあちょっとちゃんとやんなきゃいけないじゃん、適当に弾いちゃ無理じゃないですか。でも今多分6、7とか結構適当に弾いても勝てるんですよ、キャラさえいれば。だからそういう層を選んで自分でプレイできるようになったっていうのはかなり大きいですね。特に5を飛ばせるとか嬉しい人多いんじゃないかな。なんでこれはマジでいいと思いますね、めちゃくちゃいいと思います。ただね、気をつけてほしいのは10層に行くまでのポイントは変わっていませんので、10層、まあ、だから10の間、10の園に挑戦する場合は1から9全てクリアが条件になりますから、これだけ気をつけてください。ただこれはめっちゃ嬉しい人多いと思いますね。だって今までの仕様とこうなったことによってね、不利になることがありませんから、得しかしない、最高ですね。はい、では次、覇者の塔がセカンドシーズン始まりますよ。よこちゃん、はい、セカンドシーズンが始まりますよ。なんと31回以降のステージはクラシック、まあ今までの初期の覇者の塔、ファーストシーズン今やってる方、セカンドシーズン新しく出てくる方、3個選べますと。どれやってもいいよっていうね、プレイの仕方ができます。ただこれ意味わからないんですが、報酬はこんな感じ。はい、セカンドシーズンでしか勝者の印とアイテム同士を引き換えっていう条件を満たすことができないみたいなので、はい、ファーストシーズンでもいいならファーストシーズンやればいいじゃん、何も生まれません。はい、なのでセカンドシーズンを基本やることになるから、まあ今までのクエストでも2勝使え、なんかね遊べるよみたいな感じで残ってんのかな。ただね、ちっちゃくね、セカンドシーズン追加に伴いファーストシーズンクリアでは解放されなくなりますとかね、あとね、これだ、シーズンは定期的に追加や削除が行われますなんで、どっかのタイミングで多分ファーストシーズンも吹き飛ぶと思うんですよね。なのでまあ普通に新しい方やればいいんじゃないかな。難易度的にも始めたばっかの人とかでもクリアできる難易度にはなると思いますから、はい、なんで、まあ、セカンドシーズンやればいいんじゃないかなと思いますね。はい、まあこれ多分ライブとかでまたやっていくと思いますんでね、そちらよろしくお願いいたしますって感じですと。はい、これで覇者塔とかその毎月間コンテンツは以上。次、超絶新しく登場、ツバイさん。はい、ツバイさんが登場しますと。はい、まあ、最近超絶はね、あ、そうですかって感じになっちゃってると思うんですけれども、一応 EX とかもあったりしますんでね、ちゃんと確認しておきましょうってとこですね。で、今回一番驚いたものが登場します。全ストライカー協力エンドレスドアーズ、いえ、エンドレスドアーズなんだと。しかもこれ11月2日土曜日からもう始まるんですけれども、これどういうものかというとですね、2択です。2択 50%、 50% を引き続けろっていうね、突破型の、はい、チャンスゾーンですね。はい、でどういうものかっていうとですね、毎日12時から次の日の朝3時59分までですねの間に予想します。2つ扉があって、どっちにしようかなって予想します。当たってたらオーブ2個、外れてたらオーブ1個、どっちでもいい。どっちも嬉しいじゃんこんなんね。ゼロじゃないのすごいよね、1か2だよこれ。
いやこれめっちゃ面白いなと思って、はい、でも、まあ、課金税の人からしたらね2個1個うんまあまあまあちょっと足しにはなるかなってなってる人もいると思います。無課金の人でもねいや2個かみたいになってる人いると思うんですけど、エンドレスですからエンドレスですよ。はい、ルールこちら。イベント初日から毎日予想に参加している人で、選択した扉が全て正解、そして正解を確認してイベント初日から報酬を全て受け取って、なんだこれ違うわごめんね、あそう合ってる、この3つの条件を満たしている人がいる限り毎日続くらしいですこれやばいっすね、これやばい。あ、イベント初日から毎日予想に参加っていうのが条件なのか、なるほどね。うん、いやーこれマジでやばいっすね。だから 50% 引くのが得意な人がもう頑張ってほしい、本当に俺とか。うん、いやこれおもろいっすよ。え、だからもう365連続当てる人とかが存在する限りもう1年間このイベント続いてますからね。すごくないこれ、これやばいっすよね。だから5億赤とか持ってる人いたらもうすぐ終わります。はい、だから持ってる人ぜひやってほしい、5億赤、うん、だから今からじゃ間に合う、間に合います。めちゃくちゃアカウントはあるけど、わモンストインストールしないんだよなって人はもう今持ってる5億アカウント全部モンストインストールしといてほしい。うん、そしたらうわ半分に分けていけばいいもんね。5億から2億5000万次ね1億2500万その半分ずつ分けていったら割と続くと思うんで、副アカの人はね頑張ってほしい、なるべく続いてほしいです。はい、全ベッドとかしないようにね、1日目吐いたりとかしちゃうんで。はい、ただもう全員のストライカーの意思がちゃんと当て続けていてくれればオーブ自体ずっともらえてますから、はい、いや完璧ですよ。うん、で称号あるらしいですね、こちらエンドレスドアーズ最後の100人だから当て続けて当て続けて外れたら脱落していくわけですよ。で 50% を何年引き続けるかっていう勝負なんですけど、今回トップ100に残ったら最後の100人の称号がもらえて、エンドレスドアーズ最後の正解者、これ優勝者、 50% 連続で引き続ける優勝者にもらえる称号っすね。これガチで欲しいわえ、これやばいだろ、これ過去一価値ある称号だろこれやばいじゃんね、こんなんで、ね、絶対にセイントセイヤやった方がいいっすよ。いやこれはマジで欲しいっすね。はい、でまあ一応お皿の表がありますよって感じですね。いやこれおもろいっすね。うん、これおもろい。毎日だから12時に正解発表があるって感じですね。いやこれマジで俺は1ヶ月は生き残りたいと思ってる。うん、1ヶ月は生き残りたい、少なくとも。うん、で 50%30 年ってことでしょ、っていうとマジ無理っすね、マジで無理に感じてくるんで。まあでも1週間2週間続いてくれたら結構熱いイベントだと思いますね、確率的にも。まあでも分母が多いですからね、やってる人が多いですから、モンスターストライク、まあ、結構続くのかなこれ。いやこれマジでいいっすね、イベント面白い。だから毎日自由にちょっと楽しみになりますもんね、今日続いてるかなみたいな。で自分が当て続けている限りじゃなくて、もうねあれですから、全ストライカーの意思が続いてる限りですからね、あれですから。あ違うか、当て続けも大事だ、自分が当て続けてさえすれば絶対に終わらないイベントになるんで、はい、みんな主人公です、頑張ってほしい。うん、まあ30日目までは頑張るから俺が、うん、それ以降任せた。はい、では次新イベント、はい、新イベントが来ますよと。はい、花の国のせいですね、サワーロ、マリーゴールド、ルピナス。はい、じゃあサワーロから見ていきましょう。こんな感じ、今さら国に、はい、離れ国にの適性でございます。うん、まあ超エンドもあるんでスピード確保できてますし、ダッシュもできますからね。はい、かなりスピード面、あそこすごいスピードも大事ですから、はい、スピード面は合格と。はい、そして原用キラー M の蝶バラ、はい、もうとんでもない火力出すと思いますね、めちゃくちゃ強いと。はい、そして弱点ロス、まあ最近の弱点ロスなんで交渉キャラでもおそらく8ターン SS の方で打っても2周続けたりする、あ2周じゃない2周はやばい、2ターンこいつが打ったターンと次動く味方ってのが弱ロ続くターンになってくるのかなってなってくると、次のターンも弱ロで攻撃ができるんでかなり強い SS になりますよね。うん、で毒友情を持っているんで、ミューズの SS との相性も抜群にいいと、いうことで、まあまあさすがに強いでしょうね。ただ離れ国人が倒したい、離れ国人に絶対勝つんだってなってこいつを狙いに行くならミューズを狙いましょうね、気をつけてください。はい、では次マリーゴールド、はい、はい、マリーゴールドは、この前来た闇属性の豪絶ですね。はい、あいつの名前は一生覚えられないんですけれども、あいつで、活躍することができますと。はい、まあウリエルに対してね爆発持っててバブリーギフトをかけることができますので、まあウリエルと一緒に使ったらもうバチコリ強いキャラになるんじゃないかなと思います。しかも同族、はい、なのでかなり強いと思いますね。でこいつ自身は超スピできます。
はい、なので、まあ、かなり強いんじゃないかなとは思いますね。でかなり雑魚でねすぐ倒したいみたいなやつは結構ダウンポジションにいたりすることも多いですから、うん、ダウンポジションキラーもかなり強いと思うから、こいつ自身も強いし、ね、今あそこで適性を取ってるウリエルとの相性もめちゃくちゃいいってことで、うん、さすがに強いのかな、うん、でもまあそのクエスト勝つためだけに引きに行くかって言われたらちょっと微妙なところはありますよね。引けたらラッキーぐらい。はい、じゃあ最後、ルミナス、こちら、はい、ルミナスかわいいね。ダメオンワープブロック原則、はい、現状でここってクエストはねないっす、正直。まああるっすよ、あるっすけど絶対ここ欲しいみたいなのはそんなないと思うんですよね。はい、じゃあ何かっていうと、これペンシルゴン、アーサーペンシルゴンですね。アーサーボイルでも通常のアーサーでもなく、ね、シャングリラフロンティアコラボの時に登場しました、え、どこ使って言われていました、アーサーペンシルゴンとアビリティが被っていると。はい、なので、まあ、あのあたり、まあね、最近結構過去に取り残された、今回言う清掃ちゃんみたいなな、ね、ああいう過去に取らされた コラボキャラクターだったりとか、限定キャラクターって、割とちゃんと回収してくれてるシーズンに入ってるんですよね。ちゃんとハマってることが多いんですよ。だポルナレフとかもね、エンベズラで救われたりとか、しっかりね、まあ、リザロイルートっていうね、ルートに行かなければ、しっかり接待もらえてるんですよね。なので、ペンシルゴンも今後そういうのがあるっていう可能性を考えるんであれば、このあたりもね、少し注目しておいてもいいかもしれません。ただね、何にハマったら嬉しいって言ったらみんな口を揃えて高難易度コンテンツって言うと思うんだけど、明日来るな光属性の霊術、じゃあどこって、次の3周目霊術の光まで我慢するって可能性もあるし、ね、ふと、ね、気づいたら光の棒術にハマってたりとか、そういう可能性もあったりしますから、まあ、過度な期待はしない方がいいと思うんですけど、霊術の可能性はちょっと低いかなって思っちゃいますよね。はい、なので今回、まあ、大体11月、12月で来るね、新イベのキャラクターってね、やっぱ年始に向けてオーブを貯めようって人が多いですから、スルーされちゃうんですよね。そのせいで、スルーできないぐらい強いキャラっていうのがぶっ込まれることが結構多いんですけど、今回は安心安全のスルーな気がしますね。はい。まあまあもちろんね、理由があったら低いのは間違ってはないですからね。間違ってはないんですけれども、今のタイミングで引くほどパワーがあったかって言われると、正直パワーは足りないかなっていうふうに、俺は思いました。はい。では最後、獣神掛け、はい、アトランティス、はい、強そう、青いですね。まあ順当に強化もらった感じですかね。はい、まあアルカディアに勝てないとかの人にとっては、かなりアルカディアの活躍が見込めると思いますし、アシュラをいたぶりたいって人も、まああそこアシュラ界とかになっちゃった日には全部ロボット族になりますんで、全部の敵にトライポルスがペーン飛んでバイタルキラーの飛行封じ M が乗ってきてもすっごい気持ちいいことになると思いますんで、まあそういう人にとってはかなり魅力的なキャラなんじゃないかなと思います。はい、まあ、それ以外で言うと、まあ転送があるんで一応ねバカにはできない性能にはなっているんですが、大きく使えるところがあるかって言われると現状ではそんなに多くないのかなっていうような見方でございますと。はい、以上です。まあニュース自体も今回ね、コラボの追加情報ペーってやって終わりかなぐらいに思ったんですけど、発射塔はあるかなと思ってましたけど、はい、意外と内容が深いものになりました。で今までにないイベントっていうのが来るとやっぱワクワクするよね。あの扉もいつまで続くのかっていうのをちょっとやりたいですよね。何日目まで続くか予想が1回みたいなのしたいですけどね。それはおもろいですね。うん、で当てた人になんかねちょっと商品が出たりとか、でもやってみても面白そうな感じがしましたけれども、うん、面白かった、とても面白かったと思います。何日まで続くんだろうね。2週間いったらいい方だと思いますけど、うん、まあ、確率計算得意な方はねぜひコメントいただければなと思います。ということで本日も動画のご視聴皆様ありがとうございました。そして連日ね、私ライブがずっとできない、キャプ棒が壊れて、状況が続いていたんですが、無事治りまして、明日の霊術、明後日の一問、全て配信できると思いますんでね、ぜひぜひそちらもよろしくお願いいたします。ということでよかったら最後にねチャンネル登録高評価もぜひしていただければなと思います。よろしくお願いいたします。それでは皆様本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。